サー・アリグザンダー・ギブソンによるストロンゼーの動物のスケッチ1808年サー・アリグザンダー・ギブソンによるストロンゼーの動物の別のスケッチ1808年ストロンゼーの動物は1808年9月25日の嵐の後スコットランドのオークニー諸島にあるストロンゼー島に漂着した大きな死骸またはグロブスターである 死骸の長さは55フィートであったが、しかし尾の一部が明らかに欠けていたために、この動物はそれよりも長いと推定された。エジンバラの自然史学会は死骸を同定できず、これは新種である、おそらくウミヘビであろうと判断した。スコットランドの生物学者、パトリック・ニールは半世紀前に出版された著作の中でウミヘビについて記述した。 エリック・ポントピダンに敬意を表して、学名、ハルサイドラス・ポントピダニを与えた。その後、ロンドンの解剖学者、サー・エバラード・ホームは、測定を知りけ、それは、約36フィートであったに違いないと宣言し、それを腐敗した上ザメとみなした。1849年に、エジンバラのスコットランドの教授ジョングッド・サーも、同じ結論に達した。 ストロンゼーの動物は目撃者3人によって測定された。幅は4フィートで、周囲は約10フィートであった。それには3体の死または翼があった。皮膚は頭から尾まで撫でると滑らかで、尾から頭まで撫でるとザラザラであった。そのヒレは剛毛で縁取られ、背面全体に剛毛の縦髪があった。剛毛は濡れると闇で光った。 胃の内容は赤かった。ありがとうございます。